はい、それでは今回もご質問いただいてますのでお答えしていこうと思います。質問の内容なんですけれども、こんにちは、こんにちは、また質問させてください。ありがとうございます。90年2000年代ぐらいの中古 CD を出品する場合、何の CD かによるとは思いますが、メルカリとヤフオク、どちらで出品する方が売れやすいですか、というような質問をいただいてます。ありがとうございます。これにお答えしていこうと思うんですけれども、いつも僕が動画で言っている通りですね、CD、DVD、あとまあアダルト系のものと、あと香水関係、特に強いんですね。うん、で結構数をたくさん使ってきているので、このご質問に関してはですね、多少お役に立てるんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、まあ、その答えなんですけれども、まあ、結論から申し上げますと、低単価の CD はメルカリ、高単価の CD はヤフオクで売るのがおすすめです。はい、でこれちょっと解説していこうと思うんですが、まずですね、低単価の CD は、メルカリで売るのがいいっていうのはですね、まず出品の手間がメルカリの方がはるかに簡単だからっていうのがまずあります。はい、出品がめちゃめちゃ簡単、はい、すぐ出品できますよね。で管理も簡単なんでメルカリがいいんですね。そして、大切なのはですね、発送方法が用意されていること。U パケットと、ネコポスでしたっけ、うん、この2つがあるので、CD とか DVD はめっちゃ発送しやすいんですね。追跡番号もつくし、送料も安い。だからですね、こっちがおすすめなんですね。はい、そして高単価なものはヤフオクがいいっていう風なことです。これなんですけれども、メルカリではですね、ある一定のその価格帯より上のものは結構時間がかかる傾向にあるんじゃないかなというふうに思うんですね。でメルカリ普段使われている方は分かると思うんですけれども、高単価の商品はですね、なかなか売れにくいっていうような傾向があるように思うんですね。で、まあ、どれぐらいのものかっていうとちょっと難しいんですけれども、もうでも1万円を超えてくるような CD は正直言ってヤフオクの方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。少し前の動画でですね、僕がテレサ10の CD、 これの落札の相場をですね、公表というか公開したんですけれども、1枚で10万円とあと5万円かな、5万円以上の金額で売れている、この過去の落札相場の履歴をお見せしたんですけれども、こんな感じですね。で、こういうものはですね、ヤフオクじゃないとなかなか売れないんじゃないかなというふうに思ってて、メルカリだとですね、おそらく相当時間かかるんじゃないですかね。もしくはこの値段まで届かないっていう可能性が結構あると思います。はい、で、まあ、基本的にはですね、メルカリ、ヤフオクどっちに売るかっていうことよりも、相場をちゃんと調べられているかっていうことの方が重要になってきますね。で、ある商品を出品するっていう時には、基本的にはですね、まあ、ヤフオクの落札相場、そして、メルカリの、その、売れている相場で、できればアマゾンの相場とかをこう照合してから出品する方がいいんですけれども、ちょっとはもしかしたらそこまで手間をかけるのは難しいという可能性があるので、そうですね、どういう流れがいいのかな。例えばメルカリでその売れている落札を、落札っていうか売れている相場を検索した後に結構高単価だなと思った CD はヤフオクの方の、落札相場も調べてみるとかですね、もしくは先に、全ての CD はヤフオクの落札相場をチェックしてみるっていうことがまあ重要になってくるんですけども、まあ、ある程度慣れてきちゃうとその CD を見た瞬間にですね、これなんか安価なものだなとか、ちょっと怪しいな、調べてみようかなっていう風な判断がつくようにはなってくるんですけども、まあ、まずその段階に行くまでには結構時間がかかるので、本気でやろうと思ってる場合はもう全て1回チェックするっていうのがまあ本当はいいんですね。そうするとある程度の相場感みたいなものが自然と入ってくるので、まあ何年もやってるの大変かな、どうなんですかね、長いことやってるとですね、ある程度その調べなくてもいいような感覚になってくるんですね。で怪しいものだけチェックしていくっていう風な感じになってくるんですよ。なので、まあ、できれば本当は全部一回相場を検索するっていうことが重要になってきます。で、見てもらうと分かると思うんですけれども、このテレサ10の2枚とも CD は、きっちりですね、10万円とか5万円になってないですよね。10万何百円とか何十円とかの金額がついてると思うんですけれども、これはですね、ある程度人気があって、こう、オークションで競られることによってこういう中途半端な金額になっているわけですね。で、まあ、いろんな、相場の検索方法とかですね、値段の付け方の
動画で僕は言ってると思うんですが、ヤフオクの落札相場を検索した時にこの金額よりもですね、入札件数の方が重要なんですね。入札がたくさん入っているものは人気がある商品なので、1円から出品しようと100円から出品しようとある程度の金額までこう競ってくれるわけですね。ある程度の相場まで。なのでこのテレサ10の CD もちょっと覚えてないんですけど、まあ、調べれば出てくるんですけど、おそらく1000円スタートとか1万円スタートとか、もしくは下手したら100円スタートとかでスタートしてるはずなんですね。で、まあ、ある程度その調べがついていて人気があるっていうことが分かっているので、もういくらで出してもこれぐらいの金額までにはなっちゃうということですね。そうすると、メルカリに出品して長い間出しておくっていうよりも、ヤフオクに出品して100円とか1000円からスタートしちゃってきっちり1週間で売り切れてしまうっていう方が実は早かったりして、でその相場の金額のマックスまで行くぐらいの感覚ですね。なのでそうですね、まあ、どっちに出品するっていうこともまあ大切なんですけども、まずはその相場を検索する癖をつけるっていうことの方が本当は重要なんじゃないかなっていうふうに感じます。で、まあ、質問の内容としての回答としては、低単価のものはメルカリ、高単価なものはヤフオクの方がいいということですね。ただまあその前段階で相場調べた方がいいですよっていうのが回答となります。はい、ということで、ちょっと、この情報をですねお役に立てればなというふうに思います。ということで、このチャンネルではですね、このように今疑問に思ったこと、転売とかメルカリに関して、疑問とか悩みをですねコメントからご質問いただいて僕が動画で返信するということをやってみますので、ぜひチャンネル登録をして疑問に思っていること、コメントから相談してください。はい、こういう感じでお返しします。あとですね、今仕入れの方法について、僕はもういろんな仕入れでその大量な商品を扱ってるんですけども、その仕入れ方について公開しているので、ぜひですねその情報をお見逃しないようにチャンネル登録してください。ということで、今回も最後までありがとうございました。次回もまたお願いします。バイバーイ。